いただきたいと思います。ああそう。まずはオランダのハンス・クロックの皆さんです。あ、彼です。この彼はなんかいかにもカッコマンですよね。曲も新しいとこ押さえてるじゃん。そうですね、ダンサブルな音楽ですね。電話が鳴ってるんですか。気持たせますね。ねえ、また素敵な女性まで現れてしまいましたよ。で、赤い布を持って、何ですか？彼はボックスに入ると。なんか踊る布になるんですね。そう。ほら。なんか何もないですよね。ないよね、下にね。はい。なのに。また来ますよ、きっと。ほら。飛び出してきましたね、しかも。ほら。あ。あ。あ。お。いつの間に入れ替わったんですか。あれ、いや、なんだ、なんだ、まあ、次の演技が始まりましたよ。今度はこれ男性の皆さん、女性をつい見てしまいがちですけど、ね、もっと細かいとこ見てないと騙されますから、まあ、騙されるのが楽しいんですけどね、こういうの。私はこの赤いシャツに目がいっちゃったんですけどねそれぞれね、はい、さあ女性が入って、あら、あら、こういうの本当不思議なんですよね。わかんないよね。あ、うん、入ってたんですよね。もうね、うん、女性確かに中にいますよね。ね、はい、まさか刺さないですよね。いや、刺さないとこれはつまんないじゃないですか。そうなんだ、ね、これは刺すでしょうね。ほら、あらららら、みんな、あら、いない、あら、じゃあそれでいたら大変なこと、大騒ぎですからね。え、もう血だらけになっちゃいますよね。パターンは結構ありますよ。やっぱり何度見ても分かりません。分からないです。女性はどこからか現れるんですかね。現れないとやっぱりお客さんも心配ですね。そうですよね、ええ、どうなっちゃったのかな、ええ、またまた青い布をかけるんですね。出ましたよ。どこに隠れてたんですか。こういう箱があったらいいなって思ってるのがいないですかね。オランダのハンス・クロックの皆さんです。